またスタンドから選手へサインをもらう行為やプレゼントを渡す行為はコロナ対策の一環としてご遠慮ください。ヨギボー B リーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインに基づき次の応援行為は禁止となっています。やっぱまあ一つ一つのまあミスをなくすもそうですし、やっぱもう最後はやっぱ気持ちいいだと思うので、やっぱゴールを決めるのにもやっぱ気持ちで押し込むとか、まあ、ゴールを守るにしても、まあ、最後は気持ちでっていう部分は大事になってくると思うので、やっぱそういう部分は大事にしていきたいなと思います。勝ちがなかった中でも自分たちがやらなければいけないこととか、そういうところは信じてブレずにやってきたところ は自信を持って表現できれば勝てるのかなと思います。7戦勝利なしですけど、そこを勝ちに対して強いこだわりを持って挑みます。勝つためにね、全員がハードワークする。勝って最高の瞬間、空間、笑顔、自分たちで手に入れる、okay? で我々レジーナやれるんだと、それを示すゲームしましょう。 OK! アイゴー！ OK! うちらまだまだやれるからね。ここで勝って自分たちで証明してどんどん上に上がっていきましょう。よし、さあ、Thank you.
点取り返す。オッケー、流れ必ず来るから、ひっくり返すよ。試合だ、全部出し切ってずっと逆転したいぞ。はい、残り3試合絶対チームとして勝ち点3持って帰ろうっていう試合だったんですけど、入りは少し良かったんですけど、そこで点が取れなかったことで結局相手が先に2点取って逆追う形になってしまったのは、もっと最初の少し流れがいい段階でもっと点を決め切るべきだったと思います。個人的にはチャンスは作れてますけど、その精度が悪いので、もっといい精度、味方に決め切るためのパスを出したりだとか、もっと自分自身で決め切るっていうところをもっともっと練習して、残り2試合絶対勝ちたいと思います。試合を通して自分たちがボールを持てる中でチャンスもたくさん作れたんですけど、決め切る力っていうところに帰った悔しい試合になりました。今日も熱い応援本当にありがとうございました。本当に力になりましたし、だからこそその応援に応えたかったですけれども、本当に結果が出なくて申し訳ないです。でもあとホーム1試合残ってるので、そこに絶対に勝つ準備をするので、また応援よろしくお願いします。